私は駒沢大学の文学部に通う3年生。さ、次の授業はどの校舎だっけな。ん？あ、あれは同じ文学部の生駒くん。こっちよ。早く助けよう。改めて、私は文学部に通う3年生で、どうして文学部を選んだのかって、今日はそれを皆さんに知ってもらうために駒沢大学の文学部を紹介しますね。もしかして文学部って一人で本を読み続けるような静かなイメージを持ってない？全然違うからね。文学部では人と人とのコミュニケーションに必要な人間力を鍛えることができるの。大学生活はもちろん、社会人になって会社の上司や同僚、取引先の相手とか、いろんな人とうまくやっていかなきゃいけないでしょ。そんな人間力を鍛えられる駒沢大学の文学部で学べることは大きく6つ。他人とのコミュニケーションに欠かせない語彙力を鍛える国文学科、英語と異文化理解力を武器に世界中の人と交流する力をつける英米文学科、自然や都市などの地域や地形から物事を読み取る地理学科、過去の史実を掘り起こし理解することで現代社会の本質を知る歴史学科、大量の情報であふれる世の中の仕組みや問題を考察する社会学科、人の心の動きや感情のメカニズムを解明する心理学科。つまり文学部とは、さまざまな角度から人間について学んでいく学部なの。じゃあ実際にどんなことが学べるのか。国文学科の近衛先生は、江戸時代に一般的だった崩し字文化の面白さを教えてくれます。例えばお蕎麦屋さんですね、木蕎麦とかうなぎとか意外に残っています。江戸時代に崩し字で書かれた書籍には、グルメ本や旅のガイド本など面白いものがたくさんあるそうなの。ところが今私たちはこういう崩し字が読めなくなっていますので、こういう豊かな世界が見えない。今すぐには役に立たなくても、いつか将来、あの時にこんなものがっていうこともきっとあるだろうと思います。昔のことを知ることで未来につながることもあるんだよね。そして英米文学科では、ネイティブの先生から生きた英語でコミュニケーションの取り方を学べるし、英語学や英語圏の文学研究を通して日本とは異なった多様な価値観に触れることができるんだって。文学好きに加えて国際的な舞台で活躍したいと考えている人にもおすすめよ。ところで、駒沢大学といえば大学駅伝の強豪校って知ってた？私思うんだけど、たすきをつなぐって人と人とをつなげる大事な意味を持つんだなぁなんて、駅伝を見ていて思うんだ。僕は文学部に通う2年生。授業の合間はいつも緑の丘テラスでお茶してるんだけど、隣が駒沢オリンピック公園なんで、大学にいながら緑がいっぱいで超気持ちいいんだよね。で、実際に僕が文学部で何を学んでいるかというと、昔から地図を見るのが大好きで、どうしてこの町には人が集まるのか、どうしてここは工業地帯になったのかなど、地理を知ることで町や人の動きがわかるんだ。そのために最新の地理情報を分析できる GIS を勉強中なんだ。実は歴史好きな人はぜひ駒大に来てほしいんだ。どうしてかっていうと、駒沢大学の歴史学科の日本史学専攻は全国的に見ても珍しく、古代、中世、近世、近現代とそれぞれの時代ごとに専任の先生が複数いるんだ。実際に授業を受けている学生に聞いてみると、
他の大学とそういうのを比べた時に、同じ時代でも一人の先生だけに話を聞くんじゃなくて、そういう他の先生に話を聞くことで多角的なこう視点が広がったりとか、歴史をいろんな方向から学べるといった点で、駒澤大学の歴史学科はとてもいいんじゃないかなと思います。駒澤大学の歴史の授業は日本史の他にも外国史や考古学といった専攻も選べるんだ。そして歴史的に貴重な資料があるのも駒大の魅力。こちらは幕末に大きな力を持っていた幕府軍が長州藩を攻撃するのを回避しようとした西郷隆盛が書いた貴重な手紙。西郷隆盛が手紙を書いて、書いたわけなんですけども、そこでなんとか戦争をやめさせようとしたわけですよね。やっぱそれがもし戦争になってたら、その後に薩摩と長州が手を組むってことはなかっただろうと。それぐらいこれは大事な資料ということは言えると思います。私は文学部に通う3年生、ただいま就活真っ最中で、社会学を専攻しているの。社会ってそもそも何だろうってところから疑問が湧いて勉強しているんだ。社会を構成しているのは人間なわけですね。なので人と人とがいて、それによって出来上がっている集団が社会だ。でこの社会をどうやって私たちはよりよく生きられるものにしていくのか、そのあたりが、私たちが求められている、社会学の課題なのかなというふうに思っています。そしてやっぱりこれからの日本はどんどん高齢化社会が進むし、もちろんそれだけじゃないけど、福祉問題は絶対に避けては通れない。生活に困っている人を支援するための資格や技術を学ぶことができるの。さらに福祉だけじゃなくて、これから社会に出たらいろんな人と関わっていくから、その時に相手の心を理解するためにも心理学を専攻するのもいいよね。駒澤には鳩の行動から人の行動の仕組みや機能について研究している先生もいるの。心理学科では鳩の行動分析から悩みを抱えた人の援助まで、人の心に科学的にアプローチする方法を学びます。駒澤大学では一本のタスキをつないでいくように、人と人とをつなぐことの大切さを伝えていきたい。自分一人の努力だけでは達成することのできない、人を信頼することで初めて成し得ることのできる大きな喜び。そして多様化した現代社会を乗り切る上で必要になってくる仲間。文学部で人と人とをつなぐ人間力を学んでみませんか？